はい。はい。あ、やっと出た。もう社長、朝まで携帯繋がらないってどういうことですか？ああ、花ちゃんね。いや、ごめんごめん。気づいたら朝になっててさ。気づいたら？どうせまた飲み歩いてたんですよね。もういい加減にしてください。日帰りで東京に戻ってくるって言ったのに、私また事務所に泊まっちゃったんですからね。いや、それ悪かったね。それで、そっちの様子どうなんですか？ああ、そうそう、もうすぐにでもオープンできるよ、蒼天堀支店。電話も通ったし、看板も出した。大丈夫、もうちゃんとやってるって。この2年、毎月のように大阪通って準備してきた事務所ですもんね。きっとさぞかしご立派なんでしょうね。何かトゲない？その言い方。そりゃそうでしょう。支店を開くのなんて、その気になれば1ヶ月もかからずにできるんです。それなのに。あ、ごめん、誰か来たみたい。またかけるよ。誰かって、こんな朝早く誰が来るって言うんですか？そう、さあ、そんなこと言って本当はまた逃げる気なんじゃないでしょうね。また後でかけるから。あ、ちょっと社長。やっとご在宅ですな、スカイファイナンス班。いつ来てもお留守なんで、営業する気ないんかと思いましたがな。まだオープン前でしたね。出直してもらえると助かるんだけど。せやけどね、この辺でビジネス始めよう言うんなら、まずうちら通してもらわんと困りますがな。どちらさんですかね？近江連合の袴田っつうもんですわ。近江連合、そういうこっちゃ。で、何のご用でしょう？何でもこちらさんは無利子無期限でいくらでも貸すって話やないですか。ほな、1兆円ほど融資してくれまっか。ああ、はいはい、朝からご苦労様でした。あんた方相手にしてあげるほど暇じゃないんでね、お引き取り願えますか？なめとんのかおめえ。ああ、ああ、新品でまだ開封もしてないのに。おう、極道甘く見とると痛い目合うで。あんたらさ、素人舐めすぎてやしないか？なんやと？みかじめ欲しくて来たんだろ？だったらそう言えばいいのに。そうすりゃこっちも話くらい聞くのにさ、朝っぱらから喧嘩をして来られちゃ、なんかイラッとするんだよね。ああ、兄ちゃん、わしらとやり合おう言うんか？よく言うよ。そっちが先にふっかけてきたんだぜ。上等やないかい。堀江ちゃん。あ、秋山さん、驚きました。さっき大阪にいらしてるって聞きましたけど、それにしてもまさかこんなすぐお会いできるやなんて。本当に自殺で間違いないわけ？遺書が残ってました。すぐ返してもらえるようですけど、一応今警察で筆跡を鑑定中です。ただ僕が見た分には社長の字に間違いありません。それもあってか警察でもほぼ自殺と見てるようです。そうか、遺書ね。刑事さんが言うには、最近中小の経営者の自殺は多いみたいで、よくあるケースやと。
確かによく聞く話ではあるな、一般的には。ええ、そういえば社長の遺書には何て？文面はすごい短いもんでした。こう書いてあったんです。もう疲れました、ごめんなさいって。もう疲れました、ごめんなさい。パクさんらしくないな。同感です。彼女に何があった？正直言うてようわかりません。仕事面で敵は多かったですけど、僕が見る限り自殺するような状況はありませんでした。ただ一つ気になることがあって、その件で秋山さんに相談したかったんです。というと？社長が秋山さんからお借りしてた金のことです。さっき確かめたんですけど、入れてあったはずの金庫からなくなってたんです。盗まれたってこと？つまりパクさんはその金を取ってった奴に殺された？いや、そうとは限りません。社長がいつの間にかどこかへ移動させてたっていう可能性もありますし、社長が管理してた帳簿が見つかったらなんかわかるのかもしれませんけど、それもまだ見つかってなくて。ただ盗まれた可能性もあるっていうことは秋山さんにお伝えしときたかったんです。もしそうやったら、正直なところ返済の見込みが立ちません。まさか堀江ちゃんに払えなんて言わないよ。俺はダイナチアじゃなくてパクさんに金貸したんだからさ。それは分かってるんですけど、あんな大金となったらやっぱり気になってしもて。しかしこんなことになって、これからこの事務所どうすんの？分かりません。この事務所はずっと社長のワンマンでしたから、僕らだけじゃどうにも。ただ社長がずっと力を入れてきた新人がもうデビュー寸前なんです。新人か。社長が沖縄にまで足運んでスカウトした逸材です。社長相当力入れて育ててたんですけど、今事務所閉めたらこれまでの苦労が水の泡に。社長はそんなことを望んでないように思うんです。堀江ちゃん、その口ぶりじゃあんたパクさんが自殺だとは思ってないね。当たり前ですよ、そんな弾やなかったでしょう、うちの社長は。ああ、まったくだ。秋山さんの方はこれからどないするんです？少し独自に調べてみるよ。こう見えても俺も金貸しだ。貸した金はきちんと回収したい。もし誰かさんがパク社長を殺してその金奪ったってんなら、そいつからちゃんと返してもらうまでだ。それに今の話じゃ警察も当てにならなそうだしな。パクさんがなぜ死んだのか突き止めるためには俺が動くしか道はなさそうだ。秋山さん、最後にパクさんに会ったのは？さっき話に出たうちの新人です。今4階のレッスンスタジオにいますから、ご案内します。いや大丈夫だよ、一人で行ける。失礼、ちょっといいかな？ゆうべパク社長と最後に会ったのが君だって聞いてね、少し話をさせてもらいたいんだけど。まあこんな時に話する気にはならないと思うんだけどさ。君は遥ちゃんか？桐生さんところ。秋山さん、君なのか？パク社長が売り出そうとしてた新人っていうのは。そういやさっき堀江ちゃんが沖縄がどうこう言ってたけど、こんな偶然もあるんだな。秋山さんの方こそどうしてここに？実は俺パクさんに金貸してたんだよ。社長が秋山さんに？ああ、彼女関西の金貸し連中には融資をみんな断られちゃったみたいでね。
そんな時、カムロ町になら無担保無制限で金を貸してくれるところがあるらしいって噂聞いて、彼女はすぐ東京へ飛んだ。それがスカイファイナンス、つまり俺の会社だったってわけだ。1年ちょっと前の話だったかな。社長、そんなにお金に困ってたんですか？ああ、いや、そうじゃなくて、そのなんていうか、別にパクさんが食うに困ってたとか、そういうんじゃなくて、額が額だったから、ちょっとね。いくらだったんですか？3億円？3億って、そんなに？そう。ところが今、その金がどこかに消えちまったらしくてね。今まさにそれを調べようとしてたところさ。それじゃまさか、そのお金がなくなったことで自殺を？可能性としてはある。ただ、俺に言わせればそれはありえないな。どうしてですか？俺はさ、自分のポリシーとして金を貸す前に、相手がどういう人間か見極めるためにいろんな無理難題を吹っかけてテストをするんだよ。いわゆる俺流の厳正な審査ってやつ。そのテストをクリアできなかった人間には絶対に金を貸さない。蒼天堀からわざわざ神室町まで来たパクさんは、俺の出した無理難題を見事に乗り越えた。俺のとこに金を借りに来る客は、その大半がその場しのぎの金欲しさにやってくる。だから金のために土下座はできても命を張ることはできない。まあそれが普通だ。だけど彼女は必死だったよ。自分の夢をつかむために石にだってかじりつく勢いだった。夢？そう、夢さ。彼女は金を借りに来たんじゃない。夢を買うために金を手に入れようとしてたんだ。命がけでな。俺の持ってる金はそういう人間に使われてこそ初めて生きるって俺は思ってる。そのために空から降ってきたんじゃないかってね。空？ん？ああ、ごめんごめん。今の話は余計だったな。とにかくパク社長には夢があった。そしてどんな屈辱を受けても諦めない強い意志でずっとその夢を持ち続けていた。だから俺は思うんだ。パク・ミレイという女は自分から死ぬような人間じゃない。はい。だからというわけじゃないんだが、はるかちゃん、辛いとは思うが協力してほしい。君は昨日パクさんに会った最後の人間だ。何か気づいたことがあったら何でもいい。教えてくれないか？秋山さん。ん？社長は自殺なんかじゃありません。多分誰かに殺されたんです。そうとしか思えません。だから私も一緒に連れてってください。え？お願いします秋山さん、私も一緒に。社長に何があったのか私も確かめたいんです。お願いします。参ったな。一応聞くけど、ダメだって言ったら素直に言うこと聞く？わけないよね。君なんて言ったってあの桐生さんと一緒に生きてきた女の子だもんね。はい。開いた。マジ？手紙と帳簿だ。こんなとこにあったのか。
社長。おっと、社長が亡くなった日のメモだ。不在の時にちゃんとできるように細かな指示が書かれてるね。多分それです。堀江さんに当てて書いてたメモは。つまり左手で書いた文字ってことだね。違うな。素人目にも文字の癖が全然違う。それじゃあやっぱり遺書はパクさんが右手で書いた文字を真似たものだ。つまり彼女の右手が一晩で急に治ったんじゃない限り、この遺書は偽造されたものってことになる。やっぱり自殺なんかじゃない。彼女は殺されたんだ。わざわざ手の込んだ偽装工作までされてね。やっぱり。何の音だ。何かあったんですか。人だ。上から誰かが落ちた。おい、待て。秋山さん。なんやお前は。そりゃこっちのセリフでしょう。堀江ちゃん、お前がやったのか。パクさんを殺したのもお前か。ちゃう。俺やない。俺は脅されてただけや。脅されてた。頼む、見逃してくれ。俺は何も悪くないんや。勝手なこと言ってんじゃねえよ。なら、もうこうするしかねえな。最初からその気だったんだろ。ぶち殺したのか。
話は後で聞かせてもらうぜ。おい、堀江ちゃん、堀江ちゃん、しっかりしろ。堀江ちゃん、今すぐ救急車呼ぶから。119番消防です。火事ですか？救急ですか？もしもし、どうされましたか？誰だ？知る必要はない。今すぐ楽にしてやる。火事ですか？秋山さん。おい、どこ見てんだよ。化け物か。はよ楽にしたる。だね、まったく。荻田さん。その顔、覚えたで。堀江さん、堀江さん、堀江さん、どうして。多分、荻田とかいうやつにやられたんだ。え、荻田さんが。とにかく今は堀江ちゃんを病院に運ぼう。何としても助けなきゃ。ご機嫌いかがでしょうタイム。司会のドルチェカミヤです。アイドルたちが繰り広げる仁義なき戦いは巷で大反響を巻き起こしちゃってます。早くもテンションクライマックス。トップアイドルへの登竜門、プリンセスリーグ決勝戦第2ラウンドを迎えました。対戦ルールは前回と同じ、
会場の皆様は優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと自由に移動しちゃってください。ライブ終了時、あなたに近いステージのアイドルを支持したことになるので要注意ですよ。さあ、それでは第1ラウンドからデッドヒートを演じてくれた2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル、光る個性が混じり合い生み出す力は無限大。優雅な立ち居振る舞いは王者の風格すら感じさせます。完全無欠の最強デュオ、T-Z。未完の大器はついにその片鱗を見せ始めたか。ファンの予想をはるかに超えるスピードでステージに立つために進化する驚異のアイドル、沢村はるか。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは行っちゃいましょう。レディーゴー。はるかちゃん、 T セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル、どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？
優勝の行方を大きく左右する第2ラウンドを制したのは、ファイナルラウンドに向けて期待できる結果になったんじゃない？はい、とっても嬉しいです。ファイナルラウンドですが、自信はどう？抱負を聞かせてください。正直、自信はありません。でも、優勝したい気持ちは誰よりも強く持っています。だから、ファイナルラウンドでは私の思いを届けられるように精一杯頑張ります。アルカちゃん、サンキューです。とても強い意気込みを感じるコメントでした。これはファイナルラウンド、期待するしかないでしょう。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし、残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。See you next stage! ここだ。はい。モニターに君の画像があったんで、知り合いだと言ってみたら、すごい興味を示してね。君をここに連れてくれば何でも話すと。これって最近の人弁師ってのはこんな仕事もやるらしい。まあ、人弁師さん。あなた確か昨日のイベントも覚えててくれたやな。え、知り合い？はい、必ず私のイベントにやってきてくれる方なんです。それじゃいいですね。約束は守ってもらいますよ。ああ、何でも答えたる。ダイナチアのパク社長、知ってますね。ああ、この子の事務所の社長さんの名前やろ。あなた、その社長の衣装を偽造しましたか？ああ。誰にそれを頼まれたんですか？客の名前はいつも聞かん。それがこの商売の基本や。せやから名前はわからん。どんな人でした？ちょうどあんたを一回り大きゅうしたような格闘家みたいな体格しとった。多分筋もんや思うけど。俺が事務所でやり合ったやつかもしれないな。パクさんが亡くなった夜に急に頼まれた。パクさん直筆の手帳から筆跡似せて遺書書いてくれ言うてな。多分その時にはもうパクさんは亡くなってたんや思うわ。その男に会いたい。どこに行けば会える？今話したこと以外わしは何にも知らん。次にいつ来るかなんてわからんしな。それじゃどうしようもないな。ただその依頼人の男、いっぺん街で見かけたことがある。車の中やったんやが、その依頼人の男が運転して、後部座席には別の男が乗っとった。多分その男がブスや。でもそんな情報だけじゃどうにも。この話はこっからがミスや。実はその後部座席に乗ってた男、最近テレビでよう見る顔なんや。誰ですか？勝谷直樹。今飛ぶ鳥落とす勢いの大阪芸能ってタレント事務所の社長や。大阪芸能？ダイナチアとは商売敵になるわけだな。大阪芸能の勝谷直樹、そいつがパク社長を殺した黒幕なのか。わしが知ってんのはこれだけや。
十分です。ありがとうございます。それはそうと、アルカちゃん、プリンセスリーグの決勝、ちゃんと出るんやで。え？実はわしな、若い頃、あたっとこの社長さん、パクさんの大ファンやった。社長の？こない偽物ばっかし作るような家業しとるとな、作り物はすぐに見抜けるようになってまう。作り笑い、作り話、それに顔そのものを作られた人間、全部や。世の中偽物ばっかしや。テレビにしてもほんまのことなんかほとんどあらへん。けどな、たまに見かけるんや、ほんまもんの人間がありのままに生きて頑張っとる姿っちゅうの。そういう時、こんなわしでも心が救われる気するわ。民弁士さん、パクさんとハルカちゃんの笑顔には心がある。きっと世の中の業さんの人が見たいのはそういう笑顔や。頑張るんやで、ハルカちゃん。あんたにはパクさんの夢を受け継ぐ資格がある。またテレビの向こう側から最高の笑顔見せてや。はい。いらっしゃいませ。アポイントされた方のお名前と時間、お呼びする担当者の名前をこちらにご記入ください。アポは入れてないんだけどさ、社長に繋いでくんないかな。殺されたダイナチア社長パク・ミレイの件で話があるって。お待ちください。よろしく。社長、スカイファイナンスの秋山さんです。どうぞ。大阪芸能社長の粕谷です。スカイファイナンスの秋山と言います。先日亡くなられたダイナチアの社長の件だとか。ええ、そうです。どうぞ。うちとダイナチアさんとは確かに交流がありますが、どういったお話でしょう。勝谷さんは以前俳優をされていたんですね。これはまあインターネットで得た情報の受け売りですけど。ええ、一時期アメリカに行ってましたね。アクション俳優をしていたんですが怪我をしまして、以来俳優業からは足を洗って今は裏方を。きっと相当な演技派だったんでしょうね。どういう意味でしょう。芸能関係者独特のいやらしさなんて微塵も感じられない。むしろどこから見ても誠実そうなやり手青年実業家です。いや、本物以上にそう見えますよ。さっきも言ったように私はアクション俳優でしたから、残念ながら演技派じゃない。それより担当直入に本題を言っていただけませんか。先日のパク・ミレイが自殺したという件、俺は他殺じゃないかと思っています。他殺？失礼ですが、あなたは彼女とどういったご関係で。彼女にそれなりの額の融資をしてました。そうでしたか。債権者のお一人だと。まあ確かにパク社長の自殺は彼女の人となりを知る者には信じがたいことです。私も未だに自殺したということが信じられません。彼女が他殺だという証拠があります。彼女の遺書は偽造されたものでした。偽造？そして偽造屋にその遺書を書かせた謎の依頼人はどうやらあなたとつながっている人物のようです。なるほど。それでここまで押しかけてこられた。あんたが彼女を殺させたのか。なぜ私が。
あんたの事務所とダイナチアには朝からの因縁がある。それに現に今もプリンセスリーグでしたっけ。確かあれでお互いの秘蔵っ子同士が争ってるはずだ。だから私が殺したと。少し冗談はお控え願いたい。パクさんの遺書を偽造したということについては、さあ分かりませんね。ただ私もこういう仕事ですから、いろいろな人間と関わることがあります。もしかしたらその中にパクさんの死に関わっている人間がいたのかもしれない。ただ私には全く関係ないことだ。どうぞ、これでお引き取りを。どういうことですか？口止め料？買収？名目はどう取っていただいても結構です。認めるということですか？そうではありません。だが身に覚えのない噂だとしても、人一人の死に関わっているなどと騒がれては商売に支障がありますからね。大阪芸能という組織のトップとして、その噂の火種、買い取れるものなら買い取りたい、そういうことです。どうも誤解されているようですね。俺はそんなもんのためにここに来たわけじゃない。勝也さん、なんて本当に演技が上手だね。もしそうなら今でも役者を続けていますよ。こちらも材料が少なすぎたようだ。あんたを見くびってた俺のミスです。今日はおとなしく引き上げた方が良さそうだ。疑いは晴れなかったようですね。でもそちらも収穫は何もありませんでしたね。でもあんたが手強すぎる人間だってことが分かっただけで収穫でしたよ。それじゃ。はるか、中井さんと約束したんだってね。私たちに負けたら大阪芸能に来るんでしょ。どっちにしたってダイナチアは終わってるみたいだけどね。あんな、悪いんやけどな、後にしてくれへん？こっちもいろいろ準備があるんや。知らない顔がいるかと思ったら新しいマネージャーさん？そっか、マネージャーさんも確か大怪我したんだっけ。すごいね、はるかちゃん、あんたマジで疫病神なんじゃないの？嘘、なんだか怖い。ちょっとあんたら、言うてええことと悪いことがあるやろ。やだ、おばさんムキになって怒っちゃってる。ほんと、やだね、ただの冗談なのにさ。やめてください。何を？私たち、なんかした？何もしてない。でも、それ以上言うと後であなたたちが辛くなるだけだから。何よ、まさか勝った気でいるの？行こう、はるか。この子らに何言うても無駄や。私、負けません。社長のためにも絶対負けるわけにいきませんから。いいわよ、その代わりうちに来たらたっぷり可愛がってあげる。今の言葉高くつくからね。ご機嫌いかがでショータイム。司会のドルチェ神谷です。とうとうこの時が来ちゃいました。泣いても笑ってもこれが最後。プリンセスリーグ決勝、
ファイナルラウンドの幕開けです。細かいルールはもはや説明不要でしょう。優れたパフォーマンスでより多くの観客からの支持をゲットしたアイドルの勝利です。決勝戦もついにファイナルラウンド。この戦いで獲得したポイントが勝負の分かれ目になるのは言うまでもありません。戦いが終わった時、プリンセスの座を手に入れるのはどちらのアイドルか。それではご紹介しましょう。まずはこちらのアイドルから。完璧なスタイルに一糸乱れぬ完成されたダンスパフォーマンス。シンメトリの美しさに見る者全てが引き込まれる。2人の親和性は偶然、それとも必然か。今世紀唯一無二の究極ユニット TZ。迷いながら苦しみながら、それでも歩み続けたプリンセスリーグの激闘の数々。強い意志を秘めた瞳が見つめる先にあるものは、紡ぎ出すは未来を描く決意の歌声。聴く者全てに希望を与える奇跡のアイドル、沢村遥か。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それではファイナルラウンド始めちゃいましょう。レディーゴから。
アルカちゃん、ティーセットの二人、お疲れ様でした。二組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。正直、感動を抑えきれません。どちらも文句のつけようがないライブを見せてくれました。会場の皆様もそう思いますよね。しかし、ご存知の通り、この後の結果発表で優勝が決まっちゃうんです。皆様の気持ちは十分伝わってきます。ですが、はい、たった今集計が終わったようです。じゃあ結果発表の前に両アイドルにコメントをいただきましょうか。Tセットの2人、決勝戦を戦い終えて今の気持ちはどうでしょう？自分たちのパフォーマンスを出し切りました。結果発表が楽しみです。アルカちゃん、今のお気持ちは？結果発表はこれからですけど、今はとっても清々しい気持ちでいっぱいです。はい、2組ともありがとうございました。さて、いつまでも余韻に浸っているわけにはいきません。はるかちゃん、ティーセットのお二人、そして会場の皆様、心の準備はよろしいでしょうか？よろしいですね。それでは結果発表です。プリンセスリーグ2012、数々の戦いを乗り越え栄えあるプリンセスの座に輝いたのは、沢村はるか。はるかちゃん、見事今年のプリンセスに選ばれました。はるかちゃん、私、そうです、君が今年のプリンセスですよ。さて、はるかちゃん、プリンセスとしての最初のお仕事をしてもらいましょうか。会場に来ている皆様、そしてテレビを見ているファンにメッセージをお願いします。はい、わかりました。何もかも未熟な私が今ここでプリンセスになれたのは、応援してくれた皆さんのおかげです。会場にいる人、テレビの前で応援してくれている人、私を支えてくれている人、皆さんの思いが伝わってきたから私も信じることができました。どんなに遠く離れていても思いを届けることができるんだって。私の思い届いたかな？お送りしてまいりましたプリンセスリーグも、そろそろお別れの時間となってしまいました。会場の熱気も冷めやらぬ中ではありますが、この辺で失礼したいと思います。それではまた来年のプリンセスリーグでお会いしましょう。グッバイ、See you next time!待ってよ。私たちに何の挨拶もなしに帰る気？どういうつもりや？まだなんか用か？さっきのステージ、オンエアをチェックしたわ。それ見てさ、ここで黙ってあんた返したら何する気や？違う、
言っておきたいことがあるだけ。悔しいけどさ、あんたのパフォーマンス見てて引き込まれた。とっても良かったよ。私たちも楽してここまで来たわけじゃない。だからわかる。あのパフォーマンスができるようになるまでどれだけ練習を積まなきゃいけないかがさ、相当の根性がなきゃああはいかない。あんたら、それだけよ。それじゃ、ありがとうございました。私多分化粧戦があなたたちじゃなかったらここまで頑張れなかったと思う。だからやっぱバカよあんたは。え、ねえあずさ、そんなんでいちいち泣いてたらこの世界でやっていけないよ。でもそれがあんたの魅力なのか。でも私たちにも別の魅力があるってプライドあるからね。そう思います。それじゃあもう行くわ。またね。はい、また。案外ええ子らなんやね。見直したわほんまに。ええ。さあ帰んで。戻ったら事務所で祝勝会やろ。ええな。はい。どちらさんですかね。先ほどお電話差し上げたものです。お待ちしてましたよ秋山社長。勝手に人の事務所に上がり込んで名前も名乗らない、フェアじゃないな。秋山さん、あなた、パク・ミレイさんは自殺じゃない、そうお考えのようですね。もう一度聞くぜ、誰なんだあんたは。警察組織の人間、そう思っていてくれれば結構です。そうは見えないけどね。まあそれはいい。警察の人間が俺に何の用だ。それもこんなコソコソした相方で。まず私の話を聞いていただきましょうか。パクを殺した犯人はダイナチェアでトレーナーをしていた荻田という男です。そこまではいいですか。続けてくれ。マネージャーの堀江をビルから突き落としたのも彼でしょう。しかし彼がダイナチェアの人間を殺した背景にはある組織が絡んでいる。私は今その組織を追っているんです。今回の事件、裏で糸を引いているのは近江連合のフロント企業として巨大な力を持つ大阪工業という会社です。大阪工業、バックに近江連合か。いや、この大阪工業というのが厄介な会社でね、決してボロを出さない。専務をしている金井家門という男が実動隊として動いているという情報以外、我々警察も何もつかめずにいる。金井？荻田と一緒に行動していたようです。人弁紙を使ってパクの遺書を偽造したのもその男です。なるほど、あいつか。我々警察は事件後彼らを泳がせて監視を続けています。近江連合は今7代目の後目争いで何が起きてもおかしくない状況でしてね。そういうわけでこれ以上あなたが首を突っ込むのはやめていただきたい。本当かい？俺には首を突っ込めと言ってるようにしか聞こえないんだけどさ、あんたの目的は何だ？忠告はしましたよ秋山さん。へえ、いろんなのが出てくるね。まったく、大阪工業に近江連合か。パクさん、あんた何に巻き込まれちまったんだ？儲かってまっか、スカイファイナンスは。
またあんたか。今度は話せる人間を連れてこい。そういやあんた、袴田さんだっけ？近江連合の人間だったな。そうや、近江の怖さ知るんはこれからやで。グッドタイミング。は？実はさ、近江連合のフロント企業っていう大阪工業って会社で専務やってる金井って男に会いたいんだけどさ、ちょっと案内してくれない？大阪工業やと？お前どこでその名前を？答えは？これはただの仕返しだけはすまんようになったな。なるほどね、やっぱりそういう感じの間柄なんだ。何を調べようとしてんのかわからんけども、その名前が出た以上しっかりその口塞いでおかんとな。死ねえ！さてと、それじゃあ家内に会わせてもらおうか。何する気やお前。あんたには関係ない話だ。家内はどこに行けば会える？確か蒼天堀から車で1時間くらい行ったところに大阪工業のオフィスがあったはずや。そこに行けば会えるんとちゃうか？ずいぶんと町から離れたところにオフィス構えてるんだな。そらそうや、あない物騒なもんが町ん中にあったら大変やろが。ん？まあ専務ともなれや外回りの仕事は下っ端に任せて、普段はオフィスでデスクワークでもしとるんとちゃうか。デスクワークね。俺が言うのもなんだけど、そんなたまには見えなかったけどな。いずれにせよこちらから出向くしかなさそうってことだな。ああそうそう、あんたと会うのももうこれっきりにしたいんだけどね。いいよな？わかった。俺もよ、もうあんたの顔には飽き飽きしてたとこや。やっと意見があったな。ここで間違いなさそうだな。なるほど、こういう場所なわけね。誰や？関係者以外立ち入り禁止いう文字見えへんかったが。いや、お宅の専務さんだっけ？金井さんって人に用があってお邪魔したんだけどさ、お取り次ぎ願えない？金井やと？そうか、やっぱりな。やっぱりって何？ここの専務を金井がしとるっちゅうことを知ってる奴の職業は二つや。一つは大阪工業の社員、もう一つは府警四課の連中だけや。なんだよ、あの刑事に一杯食わされたってことか。こうなったらどう言い訳しても分が悪そうだ。力ずくで通させてもらうぜ。ここがどないな場所なんか分かっとんな？
いわゆる参拝でしょ。それも処理なしで放置するだけの悪質なやつ。そこまで分かっとんなら話は早い。お前の死体そこのスクラップの山に生ゴミとして放置したら。荻田か。お前確かあの時ダイナチアにいた。どうしてお前その怪我。か金井にやられたんや。金井に。お前ら仲間だったんじゃないのか。だから俺をこっから連れ出してくれ。
殺したのが俺や。あの女とは仕事絡みでいろいろあったからな。金の恨みか。いや、そんなんやない。あんたはどう思ってるか知らんが、あの女は最悪だったぜ。常にプロの仕事を要求してきやがるくせに、ギャラは最低。おまけに途中で契約解除されても違約金さえ取れない契約を結ばれた。それが普通だろう。芸の世界というのは数字で結果が出る世界じゃない。何をもって仕事とするか明確にするのが難しい世界だ。パクにも同じこと言われたわ。その恨みでパク社長を殺したってのか。堀江ちゃんにまで手をかけて。いや、そうやない。実はある仕事を頼まれたんや。仕事？ああ、実は俺はこの大阪工業系の闇金に多額の借金があってな、バクに契約を解除されて金がないから返済を待ってくれって言ったら逆に仕事を頼まれたんや。あるものをパクから奪ってきたら借金をチャラにしてくれるって。あるもの？パクが別れた元旦那から受け取った手紙や。なんだそりゃ。どういうことだ。連中はパクの元旦那ってのを探し出そうとしてるらしい。パクの手紙からその居所をつかもうとしとんや。とにかく俺はダイナチエの事務所に忍び込んでその手紙を探した。金井っていう、あんたともやりようたヤクザと一緒にな。ああ。だが結局手紙は見つからんかったわ。それで俺らはパクが事務所に戻ってくるのを待った。戻ってきたパクを捕まえて手紙のありかを聞き出そうとしたんや。でもあいつは口を割らずに逃げ出そうとした。ここで逃げられたら俺は終わりや。そう思って夢中で追っかけて、気がついたらパクの頭を廊下に叩きつけとったわ。それっきりあの女は動かなくなってもうた。クソ、なんてこと。自殺の偽装は全部金井がやった。恐ろしく手慣れとったべ。他殺の証拠が残ってたら事件現場にあったものは何でもかんでも警察に押収されちまうからな。その間になんとか手紙を探し出してパクの元旦那の居所を突き止めるつもりやったんや。だから自殺に見せかけたってわけか。堀江ちゃんを殺そうとしたのはなぜだ。堀江を殺そうとしたんは金井や。手紙のありかを吐き出させようとしたん、堀江は何も知らんの一点張りや。そして揉み合った挙句突き落とされたんや。パクさんの別れた旦那ってのは一体何者なんだ。そこまでは知らん。俺が知ってることは全部話した。なあ頼む、俺も被害者なんや。死にとうない。全部洗いざらい警察に話す。せやから俺をこっから連れ出してくれ、頼む。お前に被害者ずらされちゃパクさんが浮かばれねえよ。頼む、死にたくねえ、助けてくれ。今から騒ぎが起こる。逃げたきゃその隙を見て勝手に逃げりゃいい。なんやあんた、何する気や。もともとは金井に会いに来たんだが、お前と話して奴を殴らなきゃいけなくなったんでね。やめとけ。あんた少しくらい腕が立つからって。金井はあいつは化け物や。早くこっから出た方がええ。このまま手ぶらじゃ帰れないんだよ。金井は施設の中か。
だったらどないする？通させてもらうぜ。おもろいこと言うやないかい。なかなか笑えるで、東京もミスちゃ。ああ、そうかい。こっちは今カッカ来てるんだね。やるなら死ぬ気でかかってきな。よう言うたわ、上等や。ここまで。まさかそっちから来るとは思ってへんかったわ。やっと出てきたな、カナイ。あんたのことは調べさせてもらったで、秋山さん。カムロ町の金貸しや、そうやな。何の用や。あんたをぶちのめしに来たんだ。パクさんからよろしく頼まれてんでね。ああ、なんやと。そうや、俺もあんたに聞きたいことがあったんや。あんた、パクの元旦那の手紙、どこにあるか知っとるか？知らないね。知ってたところであんたには渡さないけどな。
そうか。そしたらやっぱあんたには用がないの。何？本気だ。秋山藩、例の手紙の件あんたが知らんねんやったら、やっぱしあの子に聞くんがええんやろな。何？沢村春か。パク社長が可愛がっていたようやしの。なんだと？今頃はもううちのもんがさらってきとるとこやろな。わしがゆっくり聞き出したろ言うんや。ほな。カナイ、やめろ。あの子に手を出すな。クソ、どけ。もしもし、はるかちゃん、俺だ、秋山だ。山浦です。山浦さん、はるかちゃんは？ヤクザみたいな連中に連れてかれて。クソ、あいつらいきなり事務所に押し込んできて、はるかを。あんたとクリスティーナは無事か？ええ、なんとか。それよりどないしたらええ？警察には通報した？通報したら殺すって言われて、もうどないしたらええか。はるかちゃん、ああ、ご苦労さん。で、手紙は見つかったんかいな？それがこのガキ、一言も口を聞こうとしないんで。だったらさっさと口割らせんかい。遊んどる暇ないんじゃ。おとなしゅう吐けや。持っとるんやろ、ダサな社長の二の舞やさ。邪魔すんなや。悪いな、俺もお前を相手に手加減できるほどの余裕はないんだ。会長。失礼します。お前、勝也。
アルカ、アルカ。眠っているだけです。怪我はありません。どういうつもりだ。この度は御社の大事なお嬢さんを大変申し訳ございませんでした。私はね、秋山さん、大阪芸能の社長であると同時にもう一つ裏の顔を持っています。近江連合本部長直参、大阪工業会長という顔を。パク社長と堀江さんを手にかけた金井という男は私の部下です。お詫びのしようもない。ふざけるな。信じていただけないかもしれませんが、私もその事実を知ったのはつい先ほどなんです。ですが我々の目的はあくまで手紙だけ。パク社長の別れた夫を追う必要があったんです。何者なんだその男は。彼女の別れた夫、それは東条会の大幹部真島五郎です。なんだと。真島は先日札幌で死んだはずでした。しかし実際は生きている。我々は組織を挙げて真島の行方を追っています。その真島がパクさんに会うため手紙を送っていた。我々はその中身を知りたい。手紙なんか知らない。そこのお嬢さんならご存知のはずだ。なぜそう思う。彼女の持っている万年筆です。パクが何より大事に持っていたものだ。彼女はそこのお嬢さんに自分の全てを託した。私はそう見ています。あんたは一体。パク社長と私とはかつて同じ業界で生きた十数年来の友人、いや戦友とも言うべき仲でした。だから私にとっても彼女の死は辛く悲しい出来事なんです。遥香さんが目を覚ましたら手紙を私に渡すよう言ってください。それがお互いにとってベストの選択です。ずいぶん勝手な言い分だな。分かっています。だがヤクザとはそういうものだ。できればいい返事を期待しています。これからどないすんの、秋山さん。とりあえずは遥香ちゃんが目を覚ますのを待つ。ただ手紙があろうがなかろうが、この町にじゃ俺たちに逃げ場はない。大阪出る気？明日の朝一番で遥香ちゃんを連れて神室町に行く。あそこなら東条会の力があるから、近江連合もうかつに手が出せないし、何より彼女にはやらなきゃならないことがある。それって日本ドームでのイベントのこと？そうだ。それをやらなきゃ意味がない。何としてもパクさんの夢を叶えてやらないと。もともと東京に行くつもりやったけど、まさかこんな形になるとはな。とにかく今は遥香ちゃんが目を覚ますのを待とう。わかったわ。もしもし。沢村遥さんですね。そうですが、メールを見たんですけど、どなたですか？
大阪芸能の社長の勝也です。一体何の用ですか？パクさんが旦那さんからもらったという手紙を渡してほしい。今君の手元にあるはずだ。どうしてですか？お断りします。君はパクさんを殺したのが私らだと思っているようだね。まあ何を言っても信じてはくれないだろうが、それじゃ不本意ではありますが、脅迫するしかないですね。脅迫？実は君のことを調べさせてもらいました。君のような素晴らしい才能をパクさんが一体どこから発掘したのか興味があったものでね。君沖縄から来られたそうですね。朝顔という養護施設で育ったとか。そうですが、それが何か。その施設の前の経営者の名前を知って驚きましたよ。桐生一馬。まさか君があの伝説の極道の身内の人間だったとは。東条会との抗争から数年が経ったとはいえ、我々近江連合の内部にも彼に恨みを持つ人間は未だに多い。もし桐生さんの居場所が知れたら、仕返しに向かう者が出ないとも限らないでしょう。ひょっとしたら彼をおびき出すために朝顔に手を出すくらいのことはやりかねません。そんな、朝顔はあの手紙と関係ありません。だが脅迫というのはそういうものだ。どうでしょう、桐生さんの命と朝顔の存続、パクさんが残した手紙と交換といきませんか。そんな。君のアイドルとしての才能は私も買っています。本来なら順調にメジャーデビューを飾ってほしい。でも私もなりふり構っていられる状況じゃないんでね。どうですか？わかりました。その代わり手紙を渡したら、今後二度と私たちに関わらないって約束してください。関わらないね。でも現実的には無理ですよ。君とはまた現場でお会いすることもあるはず。同じ業界の仲間としてね。まあその時私に向かって笑顔が作れるくらいじゃないと芸能界では生き残れませんよ。それが芸能界、君が首を突っ込んだ世界です。手紙の受け渡し場所ですが、新大阪駅の23番ホームまで来てください。新大阪駅？ええ、私もスケジュールが詰まってましてね。申し訳ないが、そこまで私に来てほしい。ああそうそう、もちろんお一人で来てください。私も一人で行きます。本当ですね。約束します。では待ってますよ。はるか、目を覚ましたんですね。気分はどうだい、はるかちゃん。大丈夫です。もう怖い思いしたね。俺がついていながらすまなかった。いえ、そんな。ねえはるかちゃん、パク社長の元旦那からの手紙って君が持ってるのか？ええ、場所は社長の金庫の中に、帳簿が入ってた金庫です。鍵はこれです。待ってて、持ってくる。まいったな、あそこにあったのか。俺も迂闊だったよ。はるかちゃん、手紙はもう読んだのかい？いえ、読んでません。そっか、差出人はね、君も知ってる人だったよ。え？真島五郎、東条会の大幹部、真島の組長がパクさんの別れた旦那だったんだ。そうだったんですか。勝也の狙いは手紙の中身、行方をくらませている真島組長の居所だったんだ。奴らは真島さんの手紙を渡せと言ってる。あったわ、これやね。この手紙、
私が預かっててもいいですか？いや、しかし、いや、それじゃあ君が狙われ続けることになっちまう。大丈夫、私に考えがあるんです。任せてもらえませんか？そうか、わかった。じゃあ私、今日はもう家に帰ります。なんだかちょっと疲れちゃって。ああ、ほんなら私が車で送るわ。心配ないですよ、もう一人で大丈夫ですから。そう？あんまし無理せんと。辛い時は辛いってちゃんと言うんやで。はい、ありがとうございます。それじゃあ失礼します。また会うたな。この列車は大阪工業の貸し切りや。あんたも乗るんか？勝谷社長は？おらへんで。さあ、手紙を渡してもらうが。嫌です。私が約束したのは勝谷社長です。でも一人で来るって言ったのに約束を破った。もう手紙は渡しません。ごちゃごちゃ言うなよ。そもそも会長のやり方は甘い。わしらその手紙一つのために散々振り回されとんのや。この子に及んでも偽物捕まされた日には無駄骨もいいとこや。わかった、渡さんのやったらお前ごとさらうまでや。さっさと乗りや。そんな。いいやないか。どうせこないな状況じゃデビューコンサートなんかできへんのや。わしらに東京観光の案内でもしてくれや。手紙もろた後でな。ん？なんやその顔は。まさかまだコンサート諦めてなかったんか。ガキのくせにどこまで強欲やね。の？手紙はそんなかやな。いや、返して。これやな、間違いなさそうや。返して。よし、ほな行くで。ちょっと待った。秋山さん。ああ、もう走るとしんどいね。もうタバコやめるか。またお前か。一体何やねん。お前には関係ない話やろが。関係ならあるさ。ああ、俺にはパクさんから引き継いだ夢があるんだね。夢やと？はるかちゃんが日本ドームでコンサートすることはパク社長にとっての夢だった。そしてその思いは俺が受け取った。その子の夢は俺の夢でもあるんだよ。なんやそれ。お前らの世界にもあるだろう、親の夢を子が継ぐ。最近のヤクザったらそんな教育もしてないのか。貴様、夢ってのは人から人へと受け継がれていくもんなんだ。だから遥ちゃんの夢をお前たちに潰させるわけにはいかない。青臭いこと言いよって。この世界なんぼ夢見ても力のある者にはかなへん言うことを教えたるわ。
おお前ら、このガキいてもたれ。はよ楽にしたよ。はるかちゃん、俺たちに黙って解決しようとしたことは後でたっぷり説教してやる。だけどどの道俺も君を東京に連れて行くつもりだった。え、どうしてですか？さっき言っただろ、君は東京に行ってコンサートを成功させなきゃならない。それがパクさんの夢であり俺の夢であり君の夢だからだ。夢ってのは叶えなきゃならないもんなんだよ。はい。それに大阪にいても
また近江連合に襲われ続けるだけだ。それよりは東条会の力がある神室町に行った方が安全だと思う。わかりました。よかった。納得してくれて。私も社長と約束したんです。コンサートの前の日、待ち合わせ場所に行って社長の代わりに旦那さんに会うって。でもこうなった今は社長が亡くなったこと、辛いけど伝えなきゃいけないし。そうか。よし、それじゃあすぐに向かおう。この新幹線に乗ったら東京で近江連合の奴らが待ってるかもしれない。タクシーで東京に行こう。はい。会長、すんませんでした。どうして勝手に行動した？沢村遥とは俺が一人で会いに行けば手紙を渡すよう話がついていた。そのことはお前も知っていたはずだ。それはまたあの秋山という男が出しゃばってきよると思ったもんやさかい。俺の手に余ると？ちゃいます。ただわしらも予防線張っておこう思て。だがその結果お前たちは秋山に敗れ、手紙を手に入れることもできなかった。まあお前も組のためを思ってやってくれたんだ。それを責める気はない。元はといえば俺が堅気の仕事に手一杯で極道の仕事は任せっきりだったのが原因だ。いえそんな。チャンスはまだある。次こそ逃さなければそれでいい。芸能界で仕事してるとよ、顔が気になって仕方ねえんだ。アイドルってのは所詮ただの幻。中身がどうであれファンの目に映るのは外面だけ。だから俺はいつもアイドル志望のガキを審査するときは人を引きつける何かが顔ににじみ出てるかどうかで判断する。顔が大事なのは極道も同じ。いくら脅し文句並べたところで顔に怖さがにじみ出てなけりゃ堅気の人間はこれっぽっちもビビりやしねえ。ましてや沢村遥はあの桐生一馬に育てられた少女。それこそ極道なんて見飽きてるくらいだろうよ。お前があのガキを脅した結果どうだ？ビビって手紙を差し出してくれたか？違うよな。ビビるどころかますます渡してくれなくなっちまった。つまりな、お前は全然怖くねえんだよ。沢村遥に舐められてんだ。極道ってのは人に恐れられてなんぼだろうが、脅すんだったら一度でちゃんと決めてこいや。こうなったらどんな手を使ってでも手紙は奪い取る。俺たちも東京に行く。はい。それにしてもまさかこの俺がここまで熱くなるとは驚きだ。あれだけ極道という世界が嫌いだったのに、目の前に近江の跡目という餌をぶら下げられたら食いついちまうんだからな。会長、真島は俺が必ず始末する。きっちりとな。
日本ドームでのコンサート終了後、お会いできること楽しみにしております。当日は一人で参上するので遠慮は無用に願います。真島五郎。社長。